だったり、まだまだ楽しみたい。こんにちは、シア青山店代表の佐藤です。こちらは、僕が担当させていただきます斉藤健さんです。トニアズガイジャパン青山サロンの久保谷と申します。こちらは、僕が普段担当させていただいている、お客様の加藤美恵さんです。妻のおばです。サロン YouTube のカフェでフリーランス美容師をしている松山さんです。よろしくお願いいたします。こちらは僕のお客様の九度しろさんです。今担当させていただいてくださった半年ぐらいになってます。はい、よろしくお願いいたします。私は引っ越しをした後、近所でこう美容室を探していて、その時に白髪が一番の悩みだったので、インスタグラムでこう白髪をこう強みとしている美容師さんを探していて、あの佐藤さんを見つけました。きっかけはインスタグラムで見ていただいて、まあ、プラス近所だったっていうところで、まあ、なんか本当にすごく僕を探してきた、来ていただいたっていうよりは、まあ、本当にたまたま巡り合ったっていうのが最初だった記憶があります。で、まあ、いらっしゃった時はあのいわゆるあの白髪に悩んでる、しかもまあ従来のまあ、いわゆるちょっと暗い白髪染めしかできないっていう刷り込みの中来ていただいて、まあ、本当はちょっと明るくしたいとか、あの綺麗な髪の楽しみたいっていう最初のお悩みがありましたね。鳥貝の原宿店にカットとかブロモデルで行ってたんですけど、その時にあの普通の美容室っていうか、まあ、普通の美容室って言うんですけど、カラーが白髪があると茶色か濃い茶か黒しかない。すごいなんかその落ち込んでいたというか、なんか何の楽しみもない生活だったんですけど、たまたまその時に岩屋さんにカラーをしてもらって、いやそんなことはないんですよって言われたのがきっかけで、もう15年、はい、もうずっと面倒を見ていただいてて、今はもうなんか毎回お任せでなんか好きにしていただいて、みんなに毎回素敵ねって言われるのがすごい楽しみで、こんな幸せな生活になると。めちゃめちゃいいこと言ってたの。僕の妻が自分の同期だったので、で同じサロンで働いてて、で年収モデルで来てくださってて、で僕の方がちょっと早くカラーリストとしてデビューしたので、それでお客様として担当させていただいたっていうのが一番最初は。白髪が気になってはいたんですけど、確かちょっと髪が長かったので、アレンジ、ヘアアレンジで白髪が気にならないようなアレンジ、隠れるようなものがないのかなって見ていたところで、ちょうどあの体験する機会があって、予約をさせていただくことになったんですけど、グループラインで、予約待ちをさせていただいて、だいぶ待ちました。はい、結構でもそれだけ待っても集中していただく価値があると思って、買いさせていただきます。レッスンのモデルさんとして、ね、来てもらいましたよね、はい、って感じで、まあ、初対面ではセミナーのモデルさんだったんですけど、まあ、すごいこういう感じでいい方なので、まあ、ぜひお客様と来てもらえて嬉しいなと思ってたんですけど、やっぱ通ってくださって、そしたらまた僕が、ね、美味しいなと思ってまたセミナーのモデルをお願いして白髪染めを染めていたので、こう髪の色がこうベタッというか、こうくすんでいるというか、同じ色をのせているのにこうちょっとやっぱり重い感じはしていたんですけれど、佐藤さんにお願いするようになってから透明感が出て、あれ同じ白髪を染めているのにちょっと違うなって思うと、今までやっぱりこうベタッというやっぱその質感の感じだと思うんですけど、白髪が出てくるのがすごく目立っていたのが、今だと前に3週間に1回白髪を染めていたんですけど、今は4、5週間に1回になったので
ので、やっぱり少しずつ感覚が空いていて、髪にも頭皮にも、やっぱりこう健康になっている感じがするのが、やっぱり大きな違いですね。まあ、今よりもうちょっと 1、2 レベル程度も暗かったんですけど、まあ、こういうナチュラルゾーンの中で、まあ、このブリーチも使わない中で、まあ、どうやって透明感出すかなっていうところが、まあ、うちの育てる方にとっての、まあ、期間はちょっとかかってしまうと髪の育てるっていうふうになるんですけど、まあ、その中でも通っていただいてる中で、まあ、本当にちょっとずつ、まあ、髪の変わってきて、今まあすごい自然な仕上がりになってるっていう感じがして、最近だんだん育ってきたねっていう話をしてますね。15年やっていただいてるんで、でスタイリストは別にいるんですよ。だからもうカラーはもうカラーで、もうプロに任せた方がいいなっていうことで、もう何の指定もせずそのままお任せしていて、何のストレスもなくていうのが15年で、15年ってちょっとかなりの年齢差じゃないですか。でもなんか毎回ワクワクするんですよ。なんか今回のカラーに合わせて、じゃあ今月はどんな服着ようかとか、なんかヘアカラーに合わせてなんか自分の服をちょっとアレンジしてみたりとか、なんか普通年齢がいくとちょっとね、なんかどんどん消極的になったりとか、そういうのがなんか逆に積極的になれたりとか、そういうなんか楽しさっていうのは岩谷さんとだけ味わえたらいいかなって思って。15年経つとブレも変わるので、自分の考えも全然違うし、白髪の染め方もまあ違うんですけど、ただその白髪があってもなくても綺麗にしたいっていう気持ちはやっぱり変わらないかなと思うのと、あとはその自分の技術をやっぱり成長させていくごとに、次の自分の施術もやりやすくなる、次を考えてとか、15年なので、もう22歳とかですよね。最初に髪に触れさせていただいたのが、22歳の美容師なんて、もう攻めることしか多分考えてないので、多分だいぶ荒かったと思うんですけど、今、その時代に比べると、やっぱりその攻めるだけが変化じゃないし、素材を生かそうっていう気持ちの方がやっぱり今、強いので、必要なところに必要な量だけとか、そういう感じでやっていくと、やっぱり髪のコンディションも良くなって、で、まあ、お互いにストレスがない状態が作れてるかなと思います。伸びてくるのがやっぱり1ヶ月ぐらいで気になってたのが、やっぱり白髪染めをやめてから、その気になる速度というか、伸びてくるのも楽しいというか、あ、こんな風に変わってきたなとか、最初してもらった時と伸びてきた色がちょっと出てきた感じも違って、なんか楽しめる感じがあって、あとパサつきもなんかなくなってきたような気がして、すごく気に入ってます。嬉しかったね、感動してもらったんですでもなんか一番意識しているところが、なんかさっき岩井さんもおっしゃってたんですけど、素材を生かすっていうところに本当に気を使ってるので、なんて言うんでしょう、まあ、ハイライト入れたりとか、毛丈までブリーチをするっていう、そのブリーチがまた全盛期というか、流行ってる時代なんですけど、毛丈のダメージとかコンディションだったりとか、その白髪の割合に対してハイライトとかやっぱブリーチをやらないと、結局お客さんの素材を殺していくことになっちゃうので、それだとやっぱダメージしてハイライトが続けられなくなっちゃったりとか、あとお客さんがやっぱ家で乾かしてパサついたりとか、染めてもらうっていうことに関して女性はすごい敏感だなと本当に感じているので、そのためにやっぱツヤだったりとか、正直言うとまだちょっと赤みが消えかかってないとか、まあ本当はあるんですけど、まあまあまだ半年なんで、これからもっと消せると思いますし、もっと綺麗になったら、なんだろうな、まあ来年からその僕のところに帰ってくる1ヶ月半とか2ヶ月の間がずっと綺麗だったら、まあお互いストレスフリーなのかなと思うので、まあ、そういうデザインが作れたらいいかなと。はい、やっぱりすれ違いざまにすごいねって言われると嬉しいというか、嬉しい、分かってる方がやっているのとそうじゃない方とちょっと違う、ね。